さてということで実際にねゆきさんに、私も、ネイルをやっていただきたいと思います。はい、ということで今日はねこのゆきさんの技術を見ていただきたい、そしてこのココイシスの商品のね良さも見ていただきたいということで、ちょっと時間がなかったんでねざっとほとんどね仕上げていただいたんですが、はいはい、この最後の1本だけ、皆さんにもねこの技術とそのココイシスの良さをちょっと見ていただきたいと思いますので、ライブ生で、はい、はい、ちょっとやっていただきたいと思います。これはね日本でもネイルを勉強されてる方とか自分でねやりたいという方もたくさんいらっしゃるので、はいはい、こういうなんかいいですよね、お勉強ビデオみたいな、あれですよ、もう教えちゃいます教えちゃいますさあそして今日はねゆきさんに全部色もね選んでいただいたんですが、この赤、今ゆきさんもやってるやつもそうですよね、はい、すっごく鮮やか、はい、新色の赤なんですけども、うん、結構色がすごく発色がいい、先ほども何度も言ってるんですけども私発色がいい、PR して発色がいいのがもう自慢なんで、うん、そうですね。で赤って一言で言ってもいろんなね赤の種類があると思うんですよ、はい、シンクからちょっと、ね、はい、ピンクがかった薄いものとかあると思うんですが、もうこの赤は王道の、うん、そうですね、まさに赤ですよね。欲しかった赤です。欲しかった赤ね、ミックスしなくても作れてるのもあります。本当ですね、はい、王道の赤ですね。さあそしてこのデザインもね今日はねゆきさんに選んでいただいたんですけれども、逆にこのデザインをすることによってこの商品の、ね、良さが、他と比べてどんなに素晴らしいかというのが分かるんですって、はい、今ねこのようにちょっとねしま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 っていうのしましまですね、しましまってストライプ、ストライプ、はい、ストライプに、これは薄いピンクと赤ですね。そうですね、赤ですね、はい、もうこれだけでもなんか可愛いし美味しそうな感じがしますけど、美味しそうな感じがするんですね、はい、そしてここからそうですね、見えるかな、はい、ちょっと待って、はい、こう今何ブラシで吸って、そうですね、スッとこの新しいエクセルラインなんですけれども、うん、こういうアートがすごくしやすい、多分ねゆきさんだからだと思うんですけど、ものすごい簡単そうに見えるんですよ。これ難しいんですか？そうなんです、普通のジェルが違うと、うん、このラインがぼやけてしまって、うまくピーコック羽を見立ててるんですけどもに見えない。あ、なるほどね、はい、なんかほらカフェラテみたいな感じですね。カフェラテ美味しそうですか？美味しそう。あ、なるほど。普通はにじんじゃうんですって。そうですね。でもこれはにじまない。はい。で一回ちょっと固めていただいていいですか？そしてこれカルジェルですので、紫外線 UV、はいはい、の機械の中に入れて固めます。はい。はい。しばし置いて。しばし置きます。はい。なるほど、今12色あるとおっしゃいましたもんね、はい、そうですね、はい、いろんな色混ぜることによって色はいかようにも作れますので、うん、絵の具と一緒なので、うん、もうちょっとじゃあ薄いピンクとか濃いピンクとかっていうのは色を混ぜていくことによってできるので、基本の色が今販売されているのでそれを混ぜて、はい、いろんな色作りますので、ご希望言っていただければ。でもお客様はやっぱりこだわってる色とか、はい、もうちょっとこれを濃くしてとか注文ってされるんですか？はい、そうですね、うん、写真を持ってきてこんな色とか、うん、イメージがある方はもう結構こだわりありますね。で私が思ってるオレンジとお客様が思ってるオレンジが違かったり、うんうん、もうその時はもう混ぜて混ぜてもうこのお客様のイメージの色になるまで頑張りますね。なるほどね。そう、色伝えるのって難しいんですよね。そうですよね、思ってる色と違いますもんね。濃い色、薄い色とか。そうなんですよ。はい、じゃあ出して。もういいですか？はい、ね、さあそしてまたこの上からジェルを重ねるわけですね。アートしますね、はい、あでここからですねちょっとアート、これだけだけこれだけでもね十分綺麗なんですけれども、ちょっとねゴージャスにストーンとか乗せちゃいますね、していただきますね。
なんかパーティーに行く予定ないんですけどもパーティーに行かなきゃっていうメールですね。行っていただいていいですよみたいなでバレンタインデーも近いので、そうですね、赤は結構人気ですね今。なるほど、はい、今日節分ですけどね。あ、そうですね、日本は節分です、ね、そういえばねえ、豆まきしていただいて、じゃあこれで、こんなゴージャスなネイルで豆まきしちゃいますかね。はい、ぜひ。本当にこの細かい作業が手際よく、爪楊枝がすごく大活躍なんですね。ゆきさんはもうどれぐらいあのネイル、私、ね、ネイリスト歴は、ここで働かさせていただいて5年になりますね。もうあっという間ですね、ハワイって。なるほどねでもどうですか、いろんなお客様とかリピーターの方もいらっしゃると思いますけども、はい、なんかお客様との思い出とか。思い出ですか、うん、もう毎回毎回精一杯させていただいてるんですけどもやっぱり喜んでいただいてる、ね、顔を見るのがすごく嬉しいですね。もうなんかちょっと半泣きになりそうな感じになる時もありますよね。でもそれだけやっぱりここでの思い出っていうのも皆さんにとってもね、はい、そうですね、あのハワイの思い出の一つとして、そうですね、うん、すごくいい、しかも日本に帰ってもまたネイルが見れる、そうですね、ネイルを見たら私思い出してじゃないですけど、あ一つの技術、はい、アートですよね。そうですね、あの多分その私と会ってなければこれはなかったとかいうのも多分あるんじゃないかなと思いますよね。いろんな話させていただいてますしね、お客様と。でもこの、まあ、激戦区ですよね、ワイキキって、ね、まあ、いろんなお店ありますし、はい、移り変わりも激しいですし、その中で12年もやっぱりやってこれたっていうのはもう、ココさんのもちろんエネルギーもそうですけど、スタッフの皆さんの努力もあるかと思うんですが、はい、一番そのなんか大変なこととかありますか？大変なこと、お客様にこれだけは提供したいとか、もうこのサービスはここのサロンでしか受けられないとか。うーん、そうですね、あの先ほどご案内したホットストーンのマッサージもそうですけれども、ハワイならではなのかはあれなんですけれども、いろんなところからうちのスタッフも来てますので、まあ、そこの土地の地のあのお客様と会うとすごい盛り上がって話ができたりとか、なんか出会いがすごいやっぱりハワイはありますよね。そうですよね、来る人も多いけれども去る人も多いまたなんかね、あのそういう人と人との出会いの本当に拠点になる場所ですよね、はい、そうですね、はい。でこのような話をしながらあっという間になんかネイルが出ていくんですよね。そうですね、もうあの出来上がりますので、もうこれは本当にガールズトーク楽しいですよね。そうですね、時間を忘れてしまう感じですよね。やっぱり女性にとってネイルはやっぱり、うん、あの顔でもあり、やっぱり一番見えるところでもありますの で、ね、ここが綺麗になることですごく気分が上がって、うん、もう今日一日嫌なことあっても、うん、ネイル綺麗になったから今日はいい日だったって思えるような仕事をさせていただいて、すごく私は嬉しいんです。でも年中無休で大変ですよねみんなスタッフ、うん、みんな私だけじゃないんで、もう、はい、大丈夫です。皆様も観光地なんてしょうがないです ね、でもそれだけニーズがあるということですからね。じゃあね、きっとあのたくさんのお客様もこれから、はい、もうハワイに来たらもうこちらのサロンに来ようと思っている方たくさんいらっしゃると思いますけれども、時間大丈夫ですか？はい、まだ大丈夫ですよ、はい、やっていただきたいのは、じゃあこのジラのジェルとおすすめ、はい、そうですね、ホットストーン、はい、あの、はい、ジェルの後にホットストーンもさせていただくので、はい、あの何のサービスでも組み合わすことはできるので、おー、はい、いいですね、はい、とに至れり尽くせりで。そうです ね、またあのウェディングもハワイ多いですけど、うん、ウェディングネイルっていうのもやってらっしゃる、やっております、はい、多いですか、あの新婦さん。そうですね、やっぱり写るじゃないですか、うん、写真にやっぱり最初はなんかあのやっぱネイルはされたことないので、まあいいかなって思ってた方がこちらに来て、やっぱり気分が上がってきてネイルもしたいって方が結構多いので、あのネイルシンプルなのでもやっぱりしてるのとしてないのじゃ今だいぶ違うので、ぜひ綺麗なのでウェディングに出てほしいので。そうですよね、はい、でまた一生それが残りますからね。そうですね、はい、やっぱりその貴重な、ね、お手伝いですよね、うん、はい、その人の人生の門出を、はい、さあそして今塗ってくださるのは、はい、UV トップコートジェルですね、はい、こちらで最後にツヤを出します。おー、そうです、
これも新製品。これは、はい、新製品で、このツヤ感は、うん、すごくどのジェルにも合うので、うーん、例えばこれだけ買ってる方も多いですね。これはじゃあ自宅でも常に塗ってた方がいいですか？いや、もう固めてしまうので、うん、もうこのツヤ感がずっと長持ち、塗り直すことない、いらないですね。いいんだ。はい、じゃあずっとこれまんまなんで、私みたいなズボラーな人にはまさにカルジェルってぴったりですよね。これの発色で色を出して、はい、最後にこれで仕上げる。もう至れり尽くせりで。至れり尽くせりです。なるほどね。はい。そろそろいけるかな。はい。さあ、ということで出来上がったかな。ね、本当はもっと丁寧にね、ね、もうさじっくりと。いろんな話をしながらできるんですよ。すいません、緊張しておりまして。いえいえ、今日はあの時間が限られてるっていう理由なんですけども、はい、出来上がりました。そしてこちらが、あ、ちょっと栄養をね、栄養入れていただい て, はい、さあ、これで完成。そうです、はい、完成です。ありがとうございました。さあ、ということで、はい、めっちゃ出来上がりです。こんな綺麗なネイルになりました。ありがとうございます。これでも、なんだろう、時間は1時間ちょっとでしたよね。そうですね、はい、はい、なので、1時間あればこんな綺麗な、ね、ネイルを、していただくことができますので、ぜひ皆さんもあのワイキーハワイにいらっしゃいましたら、ネイルサロンここに遊びに来てくださいね。はい、お待ちしてます。はい、さあ、ということで本当にゆきさん、今日はどうもありがとうございました。最後は完全な私お客さんになってしまいましたけども、いつもお待ちしてます。またでもね、ここね、持ちがいいからなかなか来ないのよ。そうですよ、私ね、お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、なかなかいいお客さんじゃなくて、でも本当にね、これあの技術が上手だから持ちが長いんで、もう安心して私もネイルデザイン色お任せできるサロンになってますので、しかも年中無休。そうです、はい、9時半から7時半まで働いてます。働いております、はい、ということで今週もですね、アロハ TV チューンしてくださって本当にありがとうございました。このようにですね、ハワイで、おすすめのお店を今後もどんどん紹介していきますので、ぜひぜひ、また、忘れずにチューンしてくださいね。よろしくお願いします。さあ、ということで、今日はワイキにありますネイルサロン、ここからお届けしました。 Thank you so much everyone and have a great weekend. アロハ、アロハ。ありがとう、やってくれて。